時25分から注目の日本選手権リレー女子の 1500m リレーが決勝が行われます。選手が入場してきました。日本記録は28秒94、大会記録は3分34秒7です。昨日の予選を勝ち抜いた実業団が1チーム、大学生チームが3チーム、そして高校生チーム4チームの計6チームで接戦のレースが行われます。昨日予選で全通過はアンカーのチャンピオン7レーンの東大阪大 KI 高校が3分39秒で挑んでいます。さあそれでは一旦の 400m ハードルで次期は日本人記録をマークして優勝した鈴鹿春子さんが2回目です。そして2位通過は中央大学3分40秒73、3走には日本インカレの男子競技のチャンピオンケンプリングさん、そして在青年女子 400m 7位の翔太君が出走中です。3位通過のインターハイの東京高校が3分41秒50で日本選手権で2勝して勝てます。大会戦のレースが予想されます。日本選手権女子 1500m リレーはまもなく決勝がスタートいたします。どうぞ大きなご声援お願いいたします。女子走り高跳び、まもなく1メートル64の試技が開催されます。ビッド、最初の跳躍は静岡岩手選手の大滝さん、続いて愛知鶴代の小笠原さん、そして大阪では注目の日本選手権女子の 1600m リレー決勝です。それでは出場チームとオーダーを紹介します。第2レーン京都文京高校、藤山さん、出水さん、中島さん、塩尾さん。第3レーン東京高校、井上さん、福田さん、水野さん、直田さん。第4レーン中央大学、香取さん、日沼さん、ケプリンさん、新垣さん。第5レーン山岡さん、吉見さん、伊藤さん、青山さん。第7レーン東大阪大 AI 高校、小谷さん、村上さん、小谷さん、小谷さん。第8レーン園田学園女子大学、
どうもありがとう。最後お願いします。ごめん。じゃあ、そうです。最後お願いします。はい、どうもありがとうございます。おめでとうございます。A 女子、やりましたね。A メートル64に挑戦する選手を紹介しました。